じゃあすみません、お願いします。まあ、小和田先生にずっと稽古をいただいていると思うんですけども、小和田先生がこう喋っていただいた中で一番心に残っていることとか響いたことあれば教えてください。毎回の稽古でいつも心に残る言葉をかけてくださるんですけど、その中でもどれっていうことはないんですけど、自分たちをいつも後ろから押してくれるような言葉をいつもかけてくれるので、そういう言葉が全て自分の心に。小川先生、どんな先生ですか？明るくて、まあ怒ると怖いんですけど、それでもやっぱり自分たちの一番の味方でいてくれて、第二のお母さんみたいな存在で、とっても温かい大好きな先生です。吉女子を進学先に選んだ理由を教えてもらえますか？はい、吉女子高校の部分である信じるという言葉に惹かれてきました。もともと菊池女子のことは知ってましたか？中学時代に、はい、知ってました。3年間やってみて菊池女子で良かったなって思いますか？はい、その理由を教えてください。はい、私はさっきも言ったんですけど、実績もあまりなかったんですけど、ここに来ることによって剣道の楽しさやチーム力の大切さを学んで、試合の面白さを知りました。それで今年インターハイにも出場することができたので、私にとって剣道を続けて菊池女子高校を入学してよかったと思っています。じゃあ3年間、菊池女子で学んできたと思うんですけど、女子のいいところ、はい、今感じているところを教えてください。菊池女子高校のいいところは、みんなが寮生活で、生活でもとてもみんなが仲良いっていうところと、そして剣道の時には念をつけたら先輩後輩関係なく、みんなが日本一になるという夢を持って稽古をしていて、そして自分がその日本一になる時のレギュラーに入るっていう気持ちを持って、日々の稽古に励んでいるところです。寮生活、全員寮生活なんですか？寮生活のいいところはどうですか？朝は自分たちでご飯作ったりとかして、朝起きて、寮の掃除したり、身の回りの整理整頓したり、うん、でみんなで朝練とか行ったりで、そのみんなで、行動できるところがいいと思います。3年間学んだこと、一番心に残っていること教えてください。はい、緒方先生のご指導のもと、日本一を目指して頑張ってきました。勝つ喜びや勝負の面白さを学ぶことができました。また剣道だけじゃなく生活面で、心遣いや気遣い、剣道ができることに感謝することが、心を持つことができました。もう一個質問していいですか？はい、自分が一番成長したのはどこだと思いますか？3年間で。何事も諦めずやり遂げる心が身につきました。